ございます。で、チカテルにリベンジしていきたいと思います。はい、おはようございます。ヨシです。今回は久しぶりの走行動画で、今日なんですけど、いつもと違ったジャンルの人と走っていきたいと思います。じゃあ今回のゲストの方を紹介します。今回一緒に走ってくださる方はこの方です。ドドーン。おはようございます。おはようございます。軽く自己紹介よろしくお願いします。はい。荒垣チカテルと申します。チカテルさん、おはようございます。はい、おはようございます。で、今回このチカテルさんと一緒に走るんですけど、この方なんと今年の競輪養成学校でいいのかな、養成所か要するにこの競輪選手になるための学校に見事合格したということで、おめでとうございます。ありがとうございます。この結果が分かったの一昨日だったかな。結果、そうですね、一昨日発表されまして、でも本当にいつもう合格するかどうかも僕もずっと気になってたけど本当におめでとうございます。一安心です。一安心だね。このチカテルなんですけど、今回ちゃんと動画で紹介するのは初めてなんですけど、実は過去に2回ぐらい動画に出ております。1回目が2023年のツールド沖縄市民50キロで、もう最後の最後スプリントでぶち抜かれてからツールド沖縄の順位は何位でしたっけ。8位。おお、すごいシングルリザルトだで、そしてその2週間後の県民大会ロードレースは同じカテゴリーで出場して、最後の最後 200m ぐらいかなでぶち抜かれて一人だけ走りが違ったねいや、今回はそんなチカテルと一緒に沖縄南部を、いや、一つだけ言わせてくれ。今回はチカテルにリベンジしていきたいと思います。このツールドと県民大会、僕もう最初なんだかんだ負けているので、今回競輪選手養成学校受かったばっかりで気が緩んでいると思うので、そこを僕がガツンと勝ってから、もう僕の方が上なんだぞっていうのを先輩としての威厳を保ちたいと思いますでは行ってきます。おう、もう、全然前見えんかった。なんか、ツールド沖縄のあの雨のぐらいのレンズも今びしょびしょだし、中まで全然見えんかったよ。思わず笑ってしまったわ。you
望にも見放された自転車ユーチューバー。信号待ってきました。ここに信号あるっていうのを考えてアタックすればよかった。今まで体力が思った以上に踏めなかった。牛さん出てました。太ももが出てきつかった。はい、南部平坦勝負ただいま終了しました。めっちゃきつかった。結果的には僕ボロボロに負けましたけど。地下テル的にはどうだった？まだ余裕あった？あーでもレースよりはきつかったかな。そんなに強風だったじゃないですか。めっちゃ風強かった。強かったんですよ。でも最後スプリントした時、ある程度引きちぎったかなと思って真後ろ見たらぴったり後ろにいたから、あ、やっべえ、さすがこれ競輪選手の卵だと思って。ツールド県民大会に引き続き、この勝負も地下テレの手のひらでコロコロ転がされてますね。ツールドの時も、最後残り1キロ区間、俺が集団後方から前方に上がってきた時に、チカテル、動画見返したらチカテルが、あ、ヨッシーさんだった。後ろスターって来てから、最後の最後、
あれ、いつ地下テレに行く抜かれたか全然記憶ないんだけどさ。いやー、さすがだわ。位置取りも。位置取りが完璧すぎる。まあ、平坦勝負は負けちゃったんですけど、次は、はい、ヒルクライム、登りで勝負してきます。はい、では、今回の動画以上になります。僕のチャンネルでは普段、走行動画や、あと商品紹介系動画も出していますので、ぜひチェックよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。次ももがくのか。気をつけて。平坦のダメージが来てる。うわやだ。お、ダメだ。なくなっちゃう。横に寝るといけど、起き上がれない可能性で間違いないです。